はい、こんにちは、ホワイトベースの荒木こと二宮です。荒木っていう名前はおじいちゃんの名前なんですけど、ネット用に名乗ってたんですけども、最近普通に本名でですね、グーバイクとか乗っけちゃってるんで、非常に荒木と二宮っていう人が2人いるんじゃないかって混同しちゃう方もいるかもしれないですけど、同じ人物です。旧姓荒木みたいな感じですね。まあ僕は結婚してないんですけど、GGR の400です。ちなみに、今日はですね、4月の3日になります。もう4月なんですけど、すごく寒いです。昨日私夜ですね、いつも通り2時ぐらいまで仕事してたんですけど、夜の2時ですよ、昼じゃなくて夜の2時まで仕事してたんですけど、帰りに車の窓ガラスがですね、白く凍ってましたでも桜は満開なんですけど、そんな話は置いときまして、GGR の、N 型の、後期仕様、後期というか N 型には4種類あります。大きく分けてで N1、N2、N3、N4、クランクですね。要するに腰下がどんどんチェンジを受けてます。で N4 以降5、6、7ってあんまり変わらないんですけども、でクリーンの排ガス規制が入ってから、馬力が落ちてます。排ガス規制が入る前の車両、それがまあフルパワーの、一番力があるやつですね。で、この車両は N4 以降の、タイプになります。ちょっと正式なところは調べてみないとなんですけども、時計がついてますんで多分 N7 以降かなっていう気がします。非常に外装状態良好です。とても綺麗です。そちらからは見えないんですけども、タンクのここにちょっとほんとちょっと爪先程度の傷がある以外は基本的に車体がとても綺麗ですね。光ってます。こちらも綺麗ですね。下の方も綺麗です。手を触っても全然汚れません。油汚れもついてないです。削り傷もないです。こちらも非常に綺麗ですね。下の方も全然綺麗です。こけた痕跡はじっくり見ればこけた痕跡があるんですけども、大きな傷は ほとんどないですね。こっち側のフレームの、端っこにちょっと、塗装剥げというか少し削れた跡がありますけど、細かく見ればという話であって、普通に例えばお店で並べるにあたって、量販店さんとかで並べるとしても美しい車両と書いて美車と言いますけど、美車と呼んで差し支えないレベルであります。で、タイヤもだいぶ山登ってます。フロントが何分だろうな、これ、控えめに言っても6分で、リアもそのくらい残ってますね。そしてですね、あともう一つ特筆したいのが、走行距離8564キロしか走ってないです。で、走行距離が少ないイコールエンジンの調子がいいとは言えないんですけども、このバイクに限っては非常に調子はいいです。で、その非常に調子が良いというのが、何で表現できるかというとですね、指導性ですね。川崎のオートバイ双日屋の指導性があんまり良くないなんて言われてるんですけど、現在コールドスタートです。エンジン全然熱くないです。その状態でチョークをオフにしてセルを押しています。川崎でここまでエンジンのかかりがいいっていうのはほとんどないんですね。非常にエンジンの状態が良好であると言える証拠であります。はい。で、あとですね、ちょっと走ってみたいと思います。デモ走行です。
なんですけども、まずですね、視線必ず曲がりたい方向を向いてください。それが曲がりたい方向をちゃんと向けばバイクって勝手に曲がってきます。こうやって旋回ぐるぐる回るときも後ろ見てますね。低速で曲がるときはリーンアウトです。体を反対側にオンセットしてください。リーンアウト。曲がる方向を見ます。で、非常にこの GGR っていうのはこの低速旋回性が有効なんですね。非常にやりやすいです。速いだけが取り柄のオートバイではありません。はい、でこのようにですね、もちろんスピードも出て最高速もあって、ラムアーツカーツで、最高速時のパワーがブーストされているような、最高速ばっかり非常に、注目されがちなオートバイではあるんですけども、今やってみたように、これだけしかないスペースでもぐるぐる回れるほどの旋回性能、低速での取り扱いやすさっていうのを持ってます。だからGGR 川崎のこの GGR シリーズですね、非常に売れたんですけども、400、600、それから1100、マコロヤやらですね、このシリーズの中どれ取ってみてもやっぱこのように非常に旋回性に優れています。もちろんハンドルセパハンなんですけど、ちょっと上がってますんでそんなにきつくないです。てか慣れれば結構長く乗れる仕様ですね。そんなわけで、機関も良好、外装も、良好でピカピカ、非常に私も好きで気に入っている車種ですね。おすすめな1台です。買って失敗ないと思います。ちなみにチェーンも多分これ交換されて久しいですね。久しいじゃないです、交換されてあんまり間もないですね。そんなわけで、車検2年付きでお出しします。どうぞこの機会に、春のツアラーとしてよろしくお願いします。